入足をご覧のの皆さんこんこにちは慶応大学の岸ですもう最近岸田政権があまりにつまらないものでして今回は趣向を変えましてですねそもそも日本経済、まあ、皆様は多分ご承知のようにずっと低迷してますよねじゃあ何でこの30年の間ずっと低迷してるのかっていうことを考えてみたいと思いますでよく言われるのはですね、まあ、政府の政策対応ですよねこれがまずかったと。 これも当然原因にあるわけなんですね。ただ私はそれだけで考えたら間違えるよなと思ってます。つまり、えーまあ、この30年ぐらいずっと日本経済低迷してきた。この原因はですね、もともと経済の生産性が低いと。で、これを上げられてないと。そうなると当然長期的に経済成長率も上がるはずがないよなと。えー、だからデフレとか人口減少の影響もあるんですけども、本質的にはこの、えー、経済の生産性日本が低い。 現状アメリカの6割ぐらいでして、当然 G7 先進国の中では最下位です。これが効いてると。じゃあ、この生産性を上げるためにはどうすればいいんだろうと。ぜひですね、ご注意いただきたいのは、経済の生産性を上げる主体は政府じゃなくて民間企業の側なんですね。民間企業。で、そう考えると、じゃあ政府の政策もダメだった。これも間違いない。でも同時に民間の側も問題があったんじゃないか。 ということになるわけです。まあ、平たく言えば、えー、じゃあ政府の政策もダメだったけど、結局この30年ぐらい、えー、デフレを言い訳に、みんな、えー、企業がね、多くの企業が自分の生産性をしっかり上げてこなかったじゃないかとなるわけです。次にですね、企業が てめえの生産性を上げるためには何をしないといけないのかっていうのを考えてみましょうで。実はこの生産性って経済全体で主にあの個人とか働く人とかですね、企業の単位で考える方が普通なんですね。じゃあ企業の場合、生産性っていうのはどういうふうに表されるかというとですね、当然企業はあのビジネスをするため、まああの製品とかサービスを生み出して売るためにですね、必要なインプットをしますよね。 で、これは、えー、原材料を買うとか、人を雇うとか、そういうコストですよね。で、このインプットを投入して、えー、製品とかサービス、アウトプットを生み出すと。で、これが、えー、売れて売上が立つと。このインプット分のアウトプットっていうですね、シンプルな分数が、あの、企業にとっての生産性なわけです。だから企業は生産性を上げようと思ったら、当然だけども、インプットを下げるか、アウトプットを、えー、高めるか、またはこの両方。 これを実現する必要があるよね、と。じゃあ、インプットの、えー、この分母ですよね、えー。これを下げるためにはどうすればいいか。簡単で、やっぱりあのデジタル化、いわゆる DX をどんどん導入して、で、コストを下げるのがいいわけです。で、一方で、アウトプット分子ですよね。 で、これをでかくする。これでも生産性上がりますけども、このために何をしないといけないのかっていうと、やっぱりですね、どんどんいろんなイノベーションを作り出していってですね、で、同じインプットの量でもアウトプットが大きくなるようにする必要があると。これをやる必要がある。で、そう考えますとですね、残念ながら、この30年ぐらいですね、えー、民間企業の側で、特に大企業ですよね、えー、ちゃんとてめえの生産性を高めるために必要なことをやってきたが、結論から言えばやってません。 例えば、えー、分母、えー、インプットを下げようと思ったらあのデジタル化をどんどん進める必要がありますよね実は世界的にはデジタル化ってですねあの 90, 年代90年代後半からずっと始まってるんですよ。 あの日本では最近になってコロナでようやくデジタル化の遅れが、えー、みんな理解しましたけど実は、えー、世界的には90年代後半からどんどんデジタル化が進んでアメリカとかヨーロッパ中国韓国の企業がこのデジタル化を使ってどんどん生産性上げてるのに対して日本はしっかりやってこなかっただからこれだけデジタル化が遅れてるわけです民間の側もで一方で、えー、この、えー、生産性ですねあのインプット分のアウトプット でこのアウトプットを増やそうと思ったらやっぱりいろんなイノベーションをどんどん作り出していかないといけないよねとこの部分を残念ながらやっぱり70年代80年代と比べると90年代以降特に大企業で、えー、そういうインパクトあるイノベーションが減ってきちゃったで世界を見ますとあのちなみに90年代後半からデジタル化が進んだと言いますけど90年からはグローバル化も進んだんですね。 だから、えー、アメリカヨーロッパ、えー、中国韓国いろ,いろんな国の企業はこういうデジタル化とか、えー、グローバル化を活用してどんどんいろんなイノベーションインパクトあるイノベーションを作ってこの分母を大きくしたでも日本は残念ながらこの両方を本当に不利に活用することはできなくてですね大きな,、えー、なんていうかなイノベーションが出なかったでそう考えますと実はこの経済がずっと低迷している原因の生産性が低い 政策が悪いことも問題なんですけども、同時にですね、企業の経営者が結局、えー、てめえの企業の生産性を上げるためにデジタル化を進めるとかイノベーションを作り出すのはしっかりやってこなかったじゃないかと。そう考えると、実はこの、えー、経済低迷の原因、やっぱり政治とか行政だけじゃなくてですね、民間の側にも大きな問題があるじゃんと。 で、その問題、私一言で集約するとですね、結局政治もそうなんだけど、民間企業、大企業なんかの経営者は、結局まあ表現悪いんですけども、サラリーマンの延長で社長になって、結局昭和の延長しかやってないじゃんと。いまだに昭和を続けてるじゃんと。だって考えてください。 今、2022年の段階でも、日本はものづくり大国だよね、とかですね、やっぱり、えー、加工貿易大事だよね、とか、そんなこと言ってるわけです。残念ながら、ものづくりで国民がちゃんと、えー、まともな収入を得られるのは、やっぱり年収1万ドル、2万ドルレベルの新興国だけなんですね。先進国で、ものづくりで、その輸出なんかでだけでですね、国民が豊かになるっていうのはもう無理なわけです。でも、未だに続けてる。 これが象徴してまして、残念ながら、えー、経営人みんな昭和の延長しかやってないじゃんと。だから90年代以降、残念ながらグローバルかデジタルかで世界はどんどん変わるのに、なんか昭和の延長で、えー、なんか昭和で成功したものをちょこちょこ改善するイノベーションぐらいでもっと斬新なですね、えー、新しく売り上げがガーッと増えるような新しいモデルのイノベーションはできなかったわけです。で、これ抽象的に言ってわかりにくいから一つだけ例紹介しましょう。 皆さんですね、この、えー、アメリカのアップルって1990年、まあ日本経済がまあだんだん低迷始める頃ですよね。バブル崩壊の頃。1990年ぐらいってどういう企業だったか知ってますか当然ですね、iPhone とか iPad も作ってなくて、えー、マッキントッシュというですね、えー、マニア向けのパソコンを作っていた会社なんです。じゃあ一方で1990年、まあバブル崩壊の直前ぐらいだから、まだ日本調子良かったですよね。 その頃、えー、の日本でパソコンを作っていたある総合家電メーカーこれをアップルと比較してみましょうでこの総合家電メーカー当然1990年ぐらいは、えー、パソコンを作ってましただからアップルと競合してますよねでそれ以外に総合家電メーカーだから他の家電製品とか充電製品も作っていたわけですでこのアップルと日本の某有名家電メーカーを比べると1990年このタイミングでは この総合家電メーカーの売り上げは、なんとアップルの4倍だったわけです。アップルより全然大きかった。それから30年経った2020年。この同じアップルと、えー、日本の、えー、ある総合家電メーカーを比べると、えー、立場が全く逆転して。で、1990年はアップルの売り上げがその日本の家電メーカーの4分の1だったんですよ。今やアップルの売り上げはその総合家電メーカーの10倍になってます。 ななんんでこんな逆転が起きたかアップルはさっきも言いましたように最初はマニア向けのパソコンのメーカーだったんですでもまず iPod っていう音楽を聴くデジタルプレイヤー作りましたよねでその後2007年に、えー、初代 iPhone を出したで2010年には初代 iPad を出したということでアップルは基本的にですねずっとこの、えーまあえー、製造メーカーなんですよねでもこのアップルは実はこの30年間の間 グローバルルル化化とデジタル化をフルに活用したわけですまずこの、えー、iPhone とか iPad とか典型で、えー、具体的な製品を作る場合、えー、コストが高いアメリカにある自分の会社は設計とかですね広告とか販売に集中してで、えー、自分が設計したものに従って世界中の新興国から安い製品安いけど性能がいい部品を集めてで当然、えー、コストが安い中国で組み立てをすると。 だから同じ、えー、製品であっても、世界中から、えー、安い部品を調達して、えー、安いアメ中国で作るから、グローバル化をフル活用して、この、えー、製品 iPhone とか単体でもですね、利益率がすごい高い。要は付加価値がすごい大きいんですね。で、一方で Apple はデジタル化をフル活用したわけです。つまり、えー、世界中のコンテンツを集めると。で、iPhone とか iPad とか、えー、Mac のパソコンだと、えー まさにアップルの iTunes を使ってそういう、えー、世界中のコンテンツが楽しめるようにした。これはまさにデジタル化をフルに活用したわけです。で、当然このコンテンツはそこまで儲からない。でも、アップルのメインである製品、えー、iPhone とか、えー、iPad とかパソコンを売るのには当然貢献したわけです。だからアップルは30年間こういう、えー、グローバルとデジタルをフル活用していろんなイノベーションを作り出したからこそこれだけ成長した。でも一方で日本の総合家電メーカーは、 まあ当然パソコンを作っている他にもいい家電製品は作っていると。でも結局、えー、グローバル化デジタル化は中途半端にしか活用していないと。この説明からわかるように、アップルはデジタル化グローバル化をフルに活用して、えー、iPhone、iPad とか iTunes に代表されるイノベーションを作り出したからこそ今年頭、自、え、家、ー、総額3兆ドルを超えたわけです。一方で日本の総合家電メーカーは 結局、えー、グローバル化もデジタル化もフルに活用できないで。で、まあ残念ながら、えー、今までの改善、えー、昭和の頃の改善ばっかりやってきた結果としてそこまで伸びていないと。だから1990年アップルの4倍売り上げあったその総合家電メーカーは、今やアップルの売り上げがそこの10倍になるというぐらい差をつけられてしまっていると。これが全てです。 だからそう考えますと、えー、今年からまあ、アフターコロナが徐々に始まるとしてですね、えー、早く経済を復活させ,る必要させる必要があると。で、当然これ、政府の政策をどうすべきだという声が、えーえー、増えるんですけども、同時にですね、やっぱりこの民間、だから企業の側ですよね、この経営者がいい加減ですね、この昭和に肯定するのをやめて、ちゃんと当たり前のですね、いろんなイノベーション、世界ではもう当たり前になっているインパクトあるものを作り出せと。 昭和にこだわりすぎるなとだから私は本当に日本経済を、えーえー、復活再生させるためにですね一番必要なのは実は世代交代だよねと30年間昭和にこだわり続けて平成の間も昭和の延長をやりたかったからこんな低迷したわけですでそれを令和に入っってやったらももうううどうしようもないわけですだからそう考えますともう政策もちゃんと正しい方向に行ってほしいこれ政治行政ですねでもそれだけでは全然問題解決しないわけです 民間の側がいかに進化するか。で、まあ、ぶっちゃけ言うと、民間の側がこの昭和の延長をやってほどほどでいいやって甘えていたのは、政府の側が、えー、まともな改革しなかったから、政府はこれだから民間もまあいいやって思ってた、えー、部分もあると思うんですね。やっぱそういう意味では政治の責任は大きい。でも繰り返しになりますけども、そうですね、リーマンショックの頃。 なんか経団連とかですね日本を代表する企業の経営者は60億でこんなので業績良くできないって言ってたじゃないですかあの法人税高いとかですね円高とかいろんな理由を挙げてでも本来経営者っていうのは悪い環境の中でも成果を出すのが仕事なわけです 60億で環境悪いんだからえ業績悪くてもしょうがないんだっていうのはですねこれ典型的な昭和の経営者の延長ですよねつまり昭和の頃は常に右肩上がりだったから何もしなくても業績良かったわけですから。 だから僕はこういう民間の側が実は、えー、昭和の延長しかやってないっていうのはですね、早く変えていかないとこのコロナがもう経済変わんないと思ってますので、で、経済政策をまとめにするのは当然ですけども、この問題もどう解決して,かしていくかっていうのはこれから、えー、本当に真面目に考える必要があると思います。